ばんは。ちょっと諸事情によってちょっと遅れちゃったんですけど、今から普段通り、半までやっていくので、見てください。それではオープニングどうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はぁ、てか15分ぐらい遅れちゃったからもう見てないかな。いや、寝坊なんだよね。今日休みで、まあこの後仕事がないんだけど、昨日ちょっとめちゃめちゃ飲みすぎちゃって、ちょっとさっきまで死んでて、で、チラッと携帯見たらもう3時25分ぐらいで、うわ、これ終わったなと思って、もうタツキに任せようかなと思ったら、タツキから鬼電来て、寝坊しました、来たから、うわ、やばと思って、で、他に誰出るのって聞いたら、おはよう。もう僕と代表だけですよって言われたから、いや、行かねえとまずいなと思って、もう急いで来た。水飲みます。いや、ほんとちゃんとしないといけないね。ああ、もう、起きた瞬間、絶句。たつきはね、多分来るよ。さっき電話したら、僕今家出ますって言ってたから、多分4時前には来るんじゃない。まあそういう時もあるよね。許してくれ。たつき来る来る。もう奇跡的な寝坊だよ、奇跡的な。寝坊なんてしないのに。なんかモノマネやって。なんだろうな。ちょっとパッと出てこないから後でやるわ。寝起きの人に鬼ぶり。ほんとだよ。ひどいやつだね。マジで寝起きだからね。髪の毛とかやばいでしょ。ボッサボサ。ああ。何が予想通り？誰が見てくれてんのかな？いつも見てくれてる人見てくれてんの？昨日なんかイベントはないよ。なんもないんだけど。めちゃめちゃ飲んじゃったよ。声ガラガラだし、なんか具合いい、ムカムカするし、キモじゃねえわ。ああ。疲れた。あ、寝坊が予想通りだった。もう起きたら LINE がめっちゃ溜まっとったし。いやー。あ、いつも見てくれてんのありがとう。武田鉄矢のモノマネやっても死活するからね。まあ、二日酔い。まあ、ちょっと二日酔いだね。もう今は平気だけど、さっき何時かな？夜中の12時ぐらいに一回起きた時はもうやばかった。水飲んで吐いて。水飲んで吐いて。ちゃんと LINE 返して。多分返してないかな。ああ、ちゃんと LINE 返すね、じゃあ。辛そう、辛い。髪切った？切ったかな。月に一回切るからね。反省坊主。俺昔坊主みたいな髪型しとったから別にそんな苦ではないけど。優吾は多分寝てるんじゃない？あいつめっちゃ寝るから。ああ、疲れた。ああ、たつきさん坊主やっちゃいそう。いやー、マジで眠いんだけど。あー、眠。てか何、なんか一人で喋ってたらなんかマジハゲそう。なんか、独り言みたいで。たつきは来るよ、来る来る。反省坊主。反省坊主とか誰が見て楽しいの？その一瞬だけだよね、楽しいの。多分その後、なんで坊主にしたのみたいになった、なるからどうせ。俺一回そう、単発にした時そんなんだったからね。指名減ったし、だいぶ。ハゲたら反省の色よく見えていいと思う。遅刻一回で反省したらもうね、その辺のほぼハゲだぞ。
たつきさん遅い、ほんとだよ。あーもう眠い。パパッと CM やって、あと2回やってもうパパッと終わっちゃおうかな。あ、来たよたつき。たつき、どうでした？すいません。あー、すが、なんでお前辛いの？はい、お前ただの睡眠不足でしょ。いや、マジ辛い、マジ辛い。おはよう。喋って喋ってやめましょう。僕めっちゃ走りましたからね、ここまで今。俺もめっちゃ速かった。だいぶ今息上がってるからね。おはよう。ごめんね遅れて。寝坊でしょ、うん、え、普通に寝坊で、普通に寝坊。昨日営業終わってから寝たのが2時。30分か寝ようと思ったら僕バカでしたね。すみません、寝てなかった。寝てなかったです。せっかくの休みやし、寝なもったいないなと思ったから寝んかった。ほんまやな、ほんまに反省坊せなあかんわな俺な。ちょっとごめんね、ちょっと遅れちゃって。でも起きたばっかりじゃないですか。俺バックようと思ったもん。お前、いや、バックリようと思うのよくないし。どうせ、多分休みだからアレンとお前とユーゴぐらいが出るかなと思ってたの。はい。昨日酔っ払ってなかったじゃん。はい。で、お前に聞いたじゃん、今日誰出んのって言ったら、はい、僕と代表だけじゃないですか、代表してきたじゃん。はい。あ、これは行かないとまずいなと思って、はい、そっからもう準備してきた。超早くない？早かったっす。めっちゃ急いだもん。うわーと思って。え、寄ってるんですか？二日ですか？二日だよ。仕事中あんな飲んでなかったんですか？マジで二日酔い。今までで一番テンション高いよ。え、てか、この前の放送だっけ？今のどんだけできたんですか？今まで一番テンション高いで、一番テンション高くないじゃないですか。低くない？あ、低くない。低いって言ったの。てか、この前の放送でさ、はい、日本で絶対行かないであろう県勝負やったじゃん。はいはいはい。あれマジで好評だったよ。あ、そうなんですか。あれ面白かったって。普通に楽しかったみたいな感じですか。 LINE が来た、うん、何が面白いのかよく分かんなかったけど、あれ面白かったってめっちゃ言われた。あの時テンション高かったもんね。出勤前だし。じゃやっぱりあれですね、休みの日結構きついですね。何この沈黙。きつい、きついね。てか前の日飲んでたらきついね。きつい、普通で、なんか休み前の日だとやっぱテンション上がるから飲んでも平気だなって思うじゃん。はい、常日頃、うん、それがたまたま今日ニコ生の日がこう休みだったっていう、こんな、なんつうの、不幸中の幸いっていうの。いや違うな、不幸中の不幸じゃん、うん、それでだよ。なんで焼けてるんだ俺これ。ほぼジグロやで。それジグロまでは言い過ぎか。あの先週から豊島園行ってん。豊島園わかる？みんな豊島園、練馬くらへんにあるプールやねんけど。誰でいたの？お客さん。何を言うとんねん。ほんでこれここで見てないからニコラマ。俺ここにあのボディジュエリーやっててんけど、それがね、豊島園ってタトゥーもダメだし、スミもあかんやん、シールもあかんかって。シールではないねんけど、何してんのあれ、何してんやつかなあれ。何が？ボディジュエリー、要はボディジュエリーでしょうね。でかいキスマークのやつを剥がさなきゃいけなかったね。それをいいと思ったからさ、それで行ったらもう、もう入り口でアルコールドプシューってかけられて、もうそっからもうコットンでブワーやられて、擦られて、もう内出血やから、もう右今もちょっとなってるから。ほんまにキスマークつけたら怒る。だってキスマークつけたら人によるから、そんな問題じゃない。そんな問題じゃない。じゃあ年前でナンパしたって言うやん。マジでしようとしてんけど、ここだけの話ね、しようと思ってないからできるのかなっていう話をしとったわ。それじゃあもうなんか年前っていうか、こうプールって若い子ばっかだから、うんうんうん、なんかもうなんか疲れちゃう。何していいか分かんなかったからね。だからもう
そう。何もしなかったよね。プールって、あの、10代の時って、若い時って、何して遊んでたやろうと思ったら、やっぱり男って、まあ女の子もそうだと思うけど、ナンパとかしたり、してなんか遊んでたと思うね。俺は多分みんな多分共通するんだと思うけど、それは。それを今の年になってできるのかってなったら、絶対できないから。こっち強いの新宿だけやから。新宿出たらめっちゃ弱いから。でも、よ、男4人で行ったんだけど、とりあえず、プリクラ撮って、で、流れるプールってのがあるんだけど、とりあえず流れるプール入ろうっつって、うん、俺ら流れるプールに入ったの、4人で。で、こう、ただただこう、何もすることなく、ただただ歩いてたの。流れてただけ。流れて歩いてて、で、昨日来てくれた俺のお客さんの友達がもともと俺のこと知ってて、はい、その女2人で行ってたらしいの。はいはい。で、見たよ、豊島園で見たよって言われて、はい、で、な、え、豊島園見たって何してたって言ったら、流れるプールでただただ歩いてたねって言われて、超恥ずかしくない？男でただただ流れるプール歩いてるだけだよ。いやいや、それ普通じゃないですか。いやいや、それならば男同士でプール行けないっすよ。いやいや、違う違う、流れるプールってさ、浮き輪なかったらただのあれはもうウォーキングみたいになるじゃんちょっと早いウォーキングみたいな、超恥ずかしかったからマジで。それ確かにただただ流れとったね。マジ見んじゃねえよとか思ったし、だったら声かけてほしかった。ああまあそうっすね。俺なんかちっちゃいこと一緒ずっとくるくる回る。お前ちっちゃいこと遊んだね。あれが俺多分プールの中で一番楽しかった。でし、プールで知らない人と話したのは多分外人3人だけだよね。喫煙所にいて、でプール、プールの、プールサイドに喫煙所にこう、みんなタバコ吸う子たちがこう行ったら、外人とイエーイみたいになって、外人男3人とイエーイみたいになって、ウェイみたいになった時に、君たちホストとか言われて、で俺らホストに見えると思ってね。みんなホストみたいな感じで言われて。いや、ホストに見えるんだと思って、その時びっくりだよね。ホストっぽいなんかこう会話もしてないし、全くしてない。あのロック下げて決めたってことでしょ。ヘアメイクもしてなかったし、もう雰囲気はもうホストっぽいってことでしょ。いや、びっくりしたよね。あんな全然誰もホストっぽいにいなかったですね。髪、あの髪型とか全員髪の毛上げてるし、いや、びっくりしちゃった。いきなりホストな思わないよね、うん、全然思わない。今僕らも、あ、俺ちょっと髪の毛ストレートだから思うか、髪型でホストっぽい見えるのかな、わかんない。でもこの前地元の飲み会に参加した時に、はい、同級生と飲むけど、はいはい、やっぱり今27じゃん、はい、こう同じ27でもやっぱ老けてるよね。ああ、老けたね、老けたねと思うもん。どうなんすかね、なんか基本的に表に出たらあの地元と帰って自分の同級生見たら基本的に絶対に髪の毛パーマ当たってるし、みんなで体ごっついじゃん、みんな体ごっつくてパーマで色黒くて、そんなやつばっかじゃないですか。まあヒゲ、ヒゲ単発、でも単発か、俺なんかヒゲ生えとったらみんなおしゃれだと思っても、普通にそういうとこ勘違いせんといてほしいよ。もう帰ったら全員それ、今までなんか俺みたいな髪の毛ストレートなんかちょっとね、こういうチックだったらさ、みんなパーマ当ててヒゲ生えし、何目覚めたんだろうって毎回思う。眠眠ちっち、眠ちっちだマジで。やったタイミングで CM、 CM どうぞ。俺もあんたみたいになれるかな。ねえ、愛してる。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱイオンインクだな。イオンインク。経験者大募集。
もう始まってるから。じゃあこっち必死だから、もう起きたばっかりはほんまに。いろいろと。よいしょ。大好きな CM、 そうそう。今日の CM はもうほんと大好きだったよ。なんかそれ待ちみたいなとこあったからさ。今日も見てくれてありがとう。終わらん。まだ終わらん。ほんまに遅刻してきて早く終わらそうとして、何やねんもう俺ら。今日初めて見てくれた人いないっぽいね。いやそれでいいよ、もうこっちもね、こんな見た目だし、それでいいよ、知ってる子だけでいいよほんまに。でもさ、こう見てくれてる人ってさ、大体さ、はい、こういつも変わらないと思うのね、ほとんど、はい、コメント、あ、見てくれてる人っていうかコメントしてくれてる人は、はいはい、だからさ、こうコメントして、はい、それに乗っかってくるコメントがあるわけじゃん、知らない人同士で、はい、だからさ、こう何何全く知らん。その話に関して俺全く知らん。ほんまに何って言われても、何ごぼうしばき合い対決やってって。何ごぼうしばき、あれあのガキの使いやらへんでのやつ、あの山ちゃんがやるやつ、ガキの使い、ちょっと見た。てかさ、27時間テレビ見たかった。え、見てないですか、岡村のやつ見てないですか。全部岡村じゃねえか。違う、あのダンスのやつ見てない。うわ、そう、エグザイルのやつでしょ。はい、それ見てない。死んでエグザイル、あ、それじゃないです。ケンと森と踊って、その後 AKB と踊って、でその時なんか昔の吉本ができとったグループ何でしたっけ、あのダンスグループ。え、あれじゃないの、エグザイルのさ、マキダイとかと踊るやつじゃないの。あ、それ前、その前に最後のフィナーレ言うと最後のやつ見てない。最後、あれはかよこ走った。あ、僕一番最後の見てないです。あ、もうそれがメインだったんで、それ以外見てないです。で最後、あ、それがメインなの。それがもう連続で行って、最後スマップとバーと踊るんですよ。岡村かっこよすぎたよほんまに。岡村マジかっこよかったわ。岡村が恋してる話してる、ライザップのなんか、はい、お姉さんのことが好きで、はい、なんか番号交換してた、テレビ内で。いやでも、うん、そう、星ちゃんとか宮迫とか、あと藤原とかができたグループがあって、それがもうめっちゃかっこよかったな。岡村が、岡村って何歳？47と。うわ、47か、それすごいね。いや、俺の20年後でしょ。だってその剣と森から始まって、ずっと踊りが始まるんですけど、最後スマップまで行くんですけど、それ休憩なしで全部行くんですよ。ダンサーが待ってましたもん。それは岡村やり通しました。すごくない？すごかった、ほんまにかっこよかったわ。それ後で YouTube で見よう。いや、それ見た方がめっちゃかっこいいですよ。俺ちょっと、俺こういう男になりたいなって思ったぐらい感動しました。そのダンス頑張れと思いました、マジで。どんぐらい ?1 時間ぐらい踊ってるってこと。うーん、それぐらい踊った。じゃあお前ニコ生始めてずっと踊ってるやつ。それ岡村への挑戦っつって。あ、やってみようかな今度。どう、今度やってみようかな。ちょうど1時間じゃニコ生。もうずっと変なおじさん。お前絶対 CM 中は休んじゃいけんよ。1時間ずっと変なおじさん、ずっとしとる。 EXILE の時のライブは見に行った。めっちゃいいな、それ見に行きたかったし。あー、誰見てる、名前ちょっと言ってって。一人ずつ出席取るわ。これから出席取るね、あのニコラマで誰が見てるかどうか。出席取ろう。じゃあ、じゃあ行きまーす。早く言ったもん中やね、出席番号一番は。じゃあまずイニシャルが A の人。A の人は、いやいや、安倍総理。安倍さんは知らないな、俺。安倍夏美かもしれないです、あれ。あ、安倍夏美、はい、ナッチが見てる可能性もあるから。 A の人いる？ A の人見てるよ。 A は A、 A じゃない、まあ、じゃあ A 以外待って。え、それまで行くの、イニシャル全部。B 行くの、
めっちゃ押すよ、すごい尺通るそこ。2番目がそれ名前言ってもらった方が早いわ。え、俺も多分あの T ぐらいで飽きてくるよ、俺もだんだんT まで行ける逆に頑張ります、そこまで ADEFD そこまでは頑張らないといけないと思う。 HIJKLNMOPQRST だよこれ。はい、そこまで我慢します。20番目だよ。まず Z まで行ったらそういう名前いる。まず Z、 Z いるじゃん、ゼブラとか。いねえわ。えゼブラ見てるかもしれんよ。やってましたこの番組すげえな。間違えた、ジブラ。ジブラ。ジブラが見てる。すげえな。ゾンビ。あ、もう少なくても浅井さんも知らんわ。ゼブラ川島、彩香は知ってる、アリサも知ってる多分。クラッシュじゃないな、浅いも知らない、うん、もういいじゃん次 A。 じゃ あほんまにやるやめよそれ。飛ばして次 S。 飛ばしすぎやろ。飛ばしすぎやろ。 B から S までかわいそうやそこまで行くなら。あ、名前言ってるだけじゃん。あ、じゃあ分かった、行きます。名字対決ね。はいはい。もし、はい、生まれ変わって自分の名字が何がいいかゲームね。ああ、次俺が生まれ変わったらこの名字がかっこいいみたいな。それ面白いですかね。面白いからいいか。はい、大丈夫。はい、お前強制言って、強制。はい、名字、山田。山田くん。え、これ対決式。そう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 。あ、それでボケでやります。早く、ミヨジだよ、ミヨジ。って早く。だから、これ、男の子がつけるミヨジね。早く。早くとか考えてるから、台本考えたけど、それは名前考えたけど、俺、全然考えてないですよ、名前。ミヨジ、なんでもいいじゃん、パって言って。で、自分のミヨジ言いたいだけでしょ、今。うん。手越。手越くん。はい。手越くん言っちゃったもん。手越くん対、俺ね。はい、キリュウイン。病院みたいね。多分それ言った人も完璧に青白だからな。手越したいキリュウイン。ジャニーズだよ。はい、キリュウイン。はい、もうそれもそれも、はい、キリュウイン。それもそれ青白だから絶対に。絶対に青白だから。キリュウインってつけたい人おるか。ほら、キリュウイン。山田涼介関係ねえや、もう。山田涼介って、山田涼介だから山田涼介だよね。どういうこと？どういうこと？いや、もう山田涼介だから山田涼介。寝たい、俺も。お前寝たい。いやー、マジで。こんなん。やばい、ほんまに。今日ジム行ってもう風呂入って帰って髪の毛カチューシャ上げたからもうこの辺もっこりしてるもん。もうなんでこれだぞ。起きたらGドラゴンの髪型かなと思ってたぐらいだよ。できればその帽子貸してほしいです今。んなんでいいじゃん、サラサラやん。じゃあいいやつ、ほんまにいいやつ髪の毛今。休みの日に髪の毛下ろしたくないですよね。あー、コメント待った、みんな寝た。ああ、寝ちまったぜ。やった、寝るもこっちも。うわ、寝ちゃったよ、みんなさ、寂しい。ほんと止まったじゃん。いや、フリーズしてるじゃないですか。フリーズ。え、ほんと止まってない。こっちはえ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや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 、サーバーと接続されてるから。代表その話長い、これ絶対やか。長いね、絶対やか。基本代表長いから。いや、長くなくてもそれでもよう飲ましてくるやん。もうすぐ飲ますからな。毛沢東。てか、あれ話していい？
ですよ。それ眺めとってください。ちょっと聞いときたいで話てかあれだね、てかあれだね、ニコ生見てこう締めくれる子いるじゃん。はいはい、結構もらうけどさ、本当にこの前トリプル締めあったよね。ありましたね。テンション上がったな、あれ。びっくりした。はよ飲んで。もう水しかない。水ストックな、ストックなとか言ったらお前さじ加減やん。マジで店で飲んで、今こう話してたら本当に尋常じゃないから飲まされてたね、完全。長いって言われてね。そう、長いって言われて飲まされてた。巻きで。何よ。渦巻きで。水だったらもう全然、今日多分2リットルぐらいも飲んだからね。代表めっちゃ水飲みますもんね。水めっちゃ飲む。確かにめっちゃ飲むと思います。毎日2リットル。毎日水飲んでますもんね。毎日水飲んでる。毎日飲んでる、代表。眠い、巻いて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 、いいと。代表眠いから。眠いなぁ。代表眠いよ。てか、こっちの画面のコメント版284とかだし。そっちの画面284やで。こっち459。こっち459。お前リピートしただけやん。ああ。今日は休みだから。今日海行くってなかったっすか？海どうなったの？ハヤトこっち来てる。ハヤトから LINE 来たけど、さっき起きたらまだ帰しそうなんね。ハヤト、始発で来るんじゃないですか。ああ。ねえ、同伴あり？いやいや、どこに？どこに同伴？同伴。え、海に同伴じゃないですか。海に同伴は自由。みんなの海ですから。自由だよ。そしたらあれ、旗持って同伴ご一行様っつって、あの中国人みたいな。中国人限定ではないけど、基本的にどこの国でも日本来たらやってる、それ。いやでもアメリカ人とかやってなくない？あんまりアメリカ人が集団でおることがあんまりないです。中国人はよくやってるけど、フィリピンとかもそっち系もやってますよ。来週同伴する？たつき、いつき、どっち？もうどっちかって言われたところで両方行きましょう。両方行きましょう。あ、もしたつきと同伴って俺も行くのね。はい。で、いつきと同伴ってたつきも来るの？はい。いつきたつきコンビセット。え、来週どっち？いで、セットだよ。セット。オッケー。常セット。コメント一回コメント消せます？あの画面のやつ。あ、壊れちゃいました。あらららら、ら助けて言ってたって。じゃあ同伴しようか。これでしか今見れないからさ。俺もう終わるまでずっと手振っとっていいかな。やったらもう手振ってってコメントなくなるじゃないですか。ずっと手振っとったらセットとか嬉しいだって。じゃあセットにしよう。ああ、綾香ね。ユーゴ来ると思うよ。そう、それだったら。なんならそういう人いたねって感じ、今。今となっちゃう。今となったら。あいつちゃっかい。タイミングで CM です、どうぞ。どうぞ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブでは
ホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょ、ナイトチューブ。試した人から面白い。やばくない？ 18% はピンチ。よいしょ、ハーフ&ハーフできる。ああ、俺なんか喋ろうと思ったんだよな。ハーフ、あ、ユーゴとかさ、ちゃっかりもんだよな。全然出ねえやん。応援してるよ、たすき頑張れって。頑張れピンチが起きたかもしれない。ピンチかもしれない、これは。じゃあチャンスに変わるとこじゃないですか、ほんなら。いや、これチャンスに変わるかな。こっちのコメントも止まっちゃった。あ、それ。あ、コメントされてないのかな、なんなら。されてましたね。ダダ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 ダ笑顔で手振ってだって。おーい。じゃあ両手だって。足の裏見せてだって。足の裏見せて。それで足振ってだって。難しいな、もう。足の。それ両足だって。はい。って俺が言ってるだけ。なんやねん誰が求めてんねん、向こう全然そんなコメントないけど、とりあえずちょっと結構そいつ逆線高いなと思ったのに、あ、でもこれは本当、返してください。これは本当、本当じゃないそれいや、これは本当。もうマスクしよう。101回目のプロポーズの名言を言って。もうマスクしました。あ、マスク、あ、そうやったらいいじゃん。言って、口は動くから。はい、101回目のプロポーズの名言を言ってどうぞ。僕は死にません。あなたのことが好きだから似てねえし。いやいや違う違う違うって。なんすか101回目オリジナル。オリジナル、もし101回目自分でこう告白するならなんて言うか。なんて言うか。もうそろそろいいっしょ。そう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 俺もそれをそろそろよくねえって。もうそろそろいいっそうです。どんだけ頑張ったと思う？もう101回目だよ結婚しよう。これっす、これっす。多分これ正解。じゃあ2回目はだって。え、101回。いやからもういいっしょ101回目の時もう言ったけど、もう102回目だよ、結婚しようよ。はい、これっす。たつき足振ってだって。足言ってねえ絶対。言ってるから。言ったとしてもそれもね、やっぱ悪影響や。悪影響、悪影響。たつきのドラえもんまで3322211。僕ドラえもんです。たつきのドラミちゃんまで3322211。わしドラミです。たつきの波平まで3322211。わし波平です。いやいや全部一緒やほぼ全部一緒もううわめっちゃ飲みたいわ。おい、この ID だけで LINE できるから、ね、多分もう誰が誰って分かっちゃったから。ほんまっすか。めっちゃ飲みたい、酒飲みたい。いや超楽しい。なんかもう返しください。いやいやいいじゃん、なんか持っとけよこれでも代表割るっていうコメントがちょいちょいやるんだよね。クイクイクイ。あー、なんかさ、味噌汁の湯船に入りたい。臭そう
脇とかにわかめついてそう。いやいや、アサリだからね。わかめ入れないから。アサリもっと臭そう。ジャリジャリしてそう。来週飲もうか、じゃあ。来週飲もうって言うじゃん。来週飲めるかな？来週飲もうって言うけど、この席、もうほぼほぼ俺だからね。それで分かったでしょ。はい。長いもん。うん。ずっと俺、もう、初めましてじゃないぐらい、もう、感じ。ああ、そうですね。俺、そんなの飲まなくていいんだよ。え？飲みたいのに、ほんまは。たつき飲みたいの？はい。じゃあ、あれね、場所チェンね。あの、スポットライトはいらないですよ。え？スポットライト当たるのはいらないですよ。いやいや、まさに優吾やん。こう、地道、あの、コツ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 タイプでしょ。はい。いやー、目に見えないから、俺ね、あれれれれれれ、あれれビッチ吉田、あれれ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 、いや楽しいな、ニコ生って。ニコ生って楽しいな。帽子取りますよ、ほんまに。ね、今なんで今日寝坊しやったんだろう、こんな楽しいの。したら15分無駄しましたもんね。メイスったメイスった。あー飲みた。え、何曜日がいいか決めていいの、来週の。じゃあ決めるね。あれ来週ってもう8月なんの？28、29、30営業して、31休みでしょ。1日から営業だから、まあ、同伴をするなら、1と2が、ミーティングなので、3以降で、行きましょうか。誰？行き張ります？ 3日、4日、5日ぐらいでね、行きましょうか。行き張ります？言って。行き張りましょう。月曜日だってはよ、たつきついてんな。嫌だよ。月曜日。無理つけねえ。お前無理つかねえ B は聞こえてないと思う。そっちけよ。つけない。日曜の夜からとか無理。サファリパーク。それ富士やろ、やめさせてもらうわ。ありがとうございました。 CM どうぞ。もうないわ CM。 もうないよ、もう CM ない。たつき最近ついてくれてないよ。だって4番から悪いんじゃない、それ。俺が悪い。どっちが悪いか天秤にかけてみる。どっちが悪いか天秤にかけてみる。チェッ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 。あ、でも1日ミーティングだけど、要は3人で同伴するじゃんね。たつき、俺、ゆうごって。はい。それ幹部ミーティングだから、俺とたつきちょっといなくなるけど、ゆうごだけいるよ。あ、いいじゃないですか。それでいいですか。ね、実際ゆうごさんと姫2人きり。そう、一瞬もう一瞬とか、まあ2人きりになって、俺はミーティング終わり次第こう行くわね。はい。どう？それが幹部ミーティングむしるか、僕ら。いや、それむしらないね。それはむしらない。レッツゴー。1日ミーティング、内容が全部コメント、全部一つずつコメント拾ってやる。僕喋んないですからね。コメント拾う。僕喋んないですから。これ、コメント拾った方がいいの、これ。ね、拾わない方がいいでしょ。そういうコメントが最近立て続けてきたの、この1分間。それはそういうコメントくるとやっぱ拾わない方がいいのかなって。胃に優しくない、多分。胃に優しくない。なんそれは。胃に優しくない。よくない。ユーゴこの頃何してんの。仕事しとるでしょうが。
ほらほらね、それって結構表でしょ、女の子なんか結構多いと思う。え、女の子結構多いと思う。あ、嘘そうでしょ。うちのだろコメントって言ってくるの、いや、うちのだろって分かってるんだったらそういうコメントすな。やばくない？十五分。え？全部一緒。これは言い過ぎ。ひどいな。ひどいな。ねえ、もっとなんかさ、なんか違うコメントないの？ほら。これは。全然わかんないんだよね。なんかカオスな雰囲気今。じゃなんかね、いや、コメント、みんな見てくれてる人はさ、コメントが上に流れるじゃん。だから俺らよりコメントスムーズに見えてるわけじゃん。うんうん、そのなんでこういう雰囲気になったかっていうのを多分俺らよりそちらのサイドのがわかるよね。ああ、まあそうですね、実際。まあそうですね。あー、こういうのが流れてる、こういうのが流れてるみたいな感じになって、はい、あんま喋んないな俺ら、なんでだろう、そういうことだよみたいな感じで言っちゃえば。まあね、でもほんと来週じゃ同伴しようかね。うわ、もう1分しかない、最悪。マジで、もう1分、その15分ちょっと伸ばしくれへんかな。1分、15分遅刻した分伸ばしてくれへんかな。まあいっか、来週あるし。来週ないよ、リコ。あ、来週にこだまないから。メンテナンスで、来週のニコ生放送がありませんので、ニコ生放送がないから、その日は、スローに来て、俺らがニコ生放送っぽいことを見せてやってあげる。あ、どう？新しくない？来てね。うん。来てね、分かった。今コメントでタツキになんか言ってるけど、タツキコメント見てないから、このそのなんかしてほしいとか振ってくれた気持ちは届きません。あ、9秒8秒、今日ちょっと遅刻して本当すいませんでした。来週ないけど再来週もやってるんで見てください。それではまた今度、バイバイ。バイバイ。そむいてビクビクしてては、つかめないような心、歯食いしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。